今日は中村ジャズが外れて浅井秀吾イケメンロスターに入ってまいりました。ご覧の12人のアクティブロスターです。日本代表の吉井宏太が今日もディフェンスのインテンシティを上げます。そしてザック・バランスキー、彼のシュートがスリーポイントを打ち抜くか。日本よりいいゲームできてるっていうことだと思うんですよね。そうですね。さあ特に立ち上がり注目、セバスチャン・サイズがピックフォードを制しまして昨日に続き、昨日もう一度山口、山口とメインで、ね、山口キックアウト、コーナーからタップスコットのスリーだ。来ましたね。メインデルに山口、このマッチアップが続きます。メインデル、フェイントアタック、グライディス、グライディス、エンドワン。さあ出ました東京。さあ茨城逆転、前半残り3分です。お坂部が入っています。東京お坂部のプルアップ3、やり返しましたね。やり返しました。お坂部今日最初の3ヒット。さあロシターに山口、ロシターフェードアウェイ、うわこれを決める。一方でこの難しいショットを決めてみせましたライアン・ロシターです。いやこれが続くと東京がどんどんリードを広げていきそう。2桁10点差、ジェイコブセン、いい形できましたね。山口さんからの本来シュートは非常にうまいピック。テーブス、はい、テーブス、サイズ、ここはフリースローラインジャンパーしっかり決めました。安藤に平尾変わらず、キックアウト、テーブス、はい、サイズのエルボージャンパー、これも決まります。これは本当よく入りましたよね。ケネディバックショット、これもタックショット。さあ今度はメインデルのプッシュ、メインデルペイント内入ってきてレイアップ、お坂部が行きます。メインデルへ、メインデルフロータ、あーリングになっちゃいましたね。ロスターにはルークメイ、橋本、お坂部が行く、お坂部レイアップ、メインは今度吉井が送らせます。ケネディ、山口、エクストラパス、鶴巻だ、あー来たね、これはいいパスでしたね。これは山口全く下を向いていません。オフィシャルタイムアウト権の茨城、吉井、ハンドオフ、安藤へ、安藤からサイズミスマッチ、ケネディ、ケネディ、もう一人バンド、ケネディ、さらにもう一つエンドワン、最後のエンドワンですね。さあ大場、大場が行く、大場のスクープショット、あよく入れましたね、はい、そしてここで試合終了。